どうもこんにちは、テトリスです。今日もバーサスアジャンバの解説をやっていくのよ。じゃあ見ていきましょう。テトリス戦ですね。自分ちなみに右側です。まあ一応その下に字幕も書いてあると思うんでわかると思いますが、一応右側ですね。さあ開幕 TSD でお互い TSD 打っていく。で再び TSD で BTB TSD を総裁外してから相手 TSD、 さらにそれを総裁外してから TSD で、ここで総裁当たりましたね。下穴的にはこちらが直立できているんで、まあ有利。そこに相手もあの J ミドの置きミスしているんでと言おうとしたところだが、今の、回転ね、素晴らしいですね。Z ミノの縦置きの回転ねで相手にリカバリしました。しかし、まあ有利なのに変わりはないですね。相手が置きミスをしているので。そこにこちらの、しっかりホリレンで結構続きそうだ。これ、T ミノ、O ミノ、L ミノ、いや、I ミノか。I ミノから行って、L ミノ、いやー、めっちゃ繋がるの強い。これ全部繋がりますね。Z ミノ、S ミノ、T ミノ、L ミノ、J ミノまで。全部繋がるんで、もう確実にオーバーキルと。仮に相手がめちゃくちゃ上手い耐え方したとしても、差し切れるぐらいの掘りでしたね、今のは。さあ、受けてから、セットに送って、一回掘りに行ってますね、これ。ちょっと今のその1ライン来るの分かっていたので、1ライン分を、穴バラ回避するために、3ライン消しで削ったって感じです。で、いいスピンシングル。シングルからテトリスにして、しっかりここまで掘り切る。一回まあ、しっかり掘り切ってから、地形良くして、立ち回っていこうかなといったところですね。相手も5連までの掘り連のルートで、地形的にはかなりいいですね。5分かな。現状は5分ですね。さあ、BTB テトリス送って、相手受けてから T スピンダブルで、結構競り上がってるように見えるけど、下がまあ、割と直列でいってるので、問題なさそうですね。しっかり。こちらはまあ、言うて、地形は割といいので。現状もまだ5分ですね、これは。ダブリスキー。さあ、しっかり、2ライン消し攻撃で火力出して、火力は出ないけど、まあ、穴バラメインですね。穴バラを送るような立ち回りをしてって、ちょっと火力不足だけど、Tスピンダブルから直列を引いたんで、それをうまく活かしていきたいですね。相手もホリレンで結構繋がりそうだが、Z ミノの置きミス。これは大きいぞ。それをしっかり T スピンシングルでリカバリしてるけど、こちらまあ隙を見て積み込んでますね。TSD からテトリスプラス、中ヒッチックな感じだけど、ちょっとテトリス打った後は連は繋がりそうになさそうだな。やっぱり積み込みに切り替えましたね。ちょっと、いまいち繋がりそうにないので、積み込んでここから中開けレンチックに発火。それに対して相手は DT 砲を組んでいる。しっかり火力で総裁をする感じですかね。 T スピン、シングルからテトリスでエルミの J ミノまで掘れる。それに対してこちら11連下が全然効いてないですね。しっかり耐え方うまい。11連であんなに効いてないっていうのはさすがに耐え方うまいですね。でこちら掘りでアイミノ、オーミノ、アイミノまでかな、オーミノまで結構強い。しっかり受けてから T スピンシングルでしたか。ダブルから大身のアイミンと掘ってもよかったけど、シングルからテトリスにしてった。しかし相手もホリレン繋がりますね、これ。T ミノまでは繋げず。T ミノまでは繋げずに、しっかりテトリスで掘っていく。いいですね。さあ、なかなか長期戦だぞ、これ。お互い10万点超えた。T スピンシングルで、総裁当てるけども、総裁しきれていないので、一番下に穴バラ来ましたね。しかし、穴バラの上に穴が来たので、3ライン分になった。しかし、ここで相手が積み込んでいる。中開け強い。これは強いぞ。しかも、今送った火力が2ライン。下穴で利用されそうなんで、相当これは耐え方上手くないと耐えられなそうだが、おーっと、エルミノを秘密してくれた。今の一応繋ぐルートあったんで、相当、ミスってなかったらめっちゃ危なかったっすね。めっちゃ危なかったっていうか、差し切られてたと思うけど、なんとかエルミノの秘密で助かった。6連までの掘り連のルート強いけども、こちらもしっかり掘り切って、平らな地形へ、相手が S ミノの置きミス、さらに J ミノの置きミスが重なって、これは有利になりそうだが、しっかり掘り連、相手見てますね、うまいっすね。掘り連で、アイミノ、T ミノまで。さあ、6連強いぞ。で、しっかりテトリス掘りにして、こちらもテトリス。さあ、まだまだ地形お互い余裕があるんで、結構長引きそうな試合ではあるが、1ライン削ってからテトリス。
飛型的にはまあ5分ぐらいですね。再び5分になりました。E スピンシングルかな。シングルからテトリス出てホリレーンでエルミノまで繋げるか。エルミノまでは繋げずに、テトリス盛りにしまして、テトリス盛りにしてテトリスしっかり、ドネイトで T スピンダブル。さあどうだこれは。なかなかまだまだ勝負がつきそうにはないが、相手が置きミスをしている。ここをしっかりとがめていきたいところだが、一回これ削って T スピントリプル、トリプルにしましたね。S ミノで一回ラインを消して T スピントリプルで、中開けテトリスの構えで、これは軽く出そうだぞ。 T スピンダブル、相手のホリレモでもアイミノまでつながる強い。しっかり J ミノアイミノと持ってって、それを強気に外して T スピンダブル打つが、ちょっとその後の地形が怪しい。そして外して強気に外してテトリス打つものの、一応 Z ミノまでつなげて、まあ有利ではありますね。下穴が相当直通できているので、あそこまでたどり着ければ相当有利。さあ強気に外してってテトリスから、なるほど、 T スピンは作らずに2連テトリスにしたか。2連テトリスにして、その後に T スピンで火力を作る体勢。相手にまあかなり穴バラがいっているので、これは相当有利だぞ。しっかりでも相手も掘り、いい掘りしてますね。T ミノ。しかし、そのアイミノまでの3ライン消しを、総裁を間に合ってなかったので、テトリスで送って刺さりましたね。さらにまあ、お家の T スピントリプル体制も残っているので、まあ、これは刺さるでしょうといったところで、相手もまあ、最後にちょっとミスもしてたかな。ミスも噛み合っていたのか。さあ、非常に長い試合だった。お互い立ち回りが良かったですね。積み込める猶予があるときはしっかり積み込んで、有利を取っていったり、総裁外したり、耐え方だったり、掘りも悪くなかったですね。お互いやっぱりいいプレイしてると、その試合が長引くんですよね、基本的に。さあこれは掘りで、相手も穴いいが、こちらもまあまあまあ穴いいですね。しかしあれ火力相当出そうだ。耐えれるか。ドネイトして T スピンダブル、 T スピンダブル、それを警戒して、こちら掘り連でしっかり掘り切ってますね。いいですね。5連まで。で、6連目で、さらにバックトゥバックつけるのがでかい。即座に、次 BB テトリスが送れるんで、いいですね。さあ、しかし、相手もこれ、繋がりそうだぞ。ジェイミの、アイミの、なるほど。アイミの横置きにしたか。横置きにして、そういう掘り連塗ると、11連まで大丈夫か。なんとか耐える。なんとか耐えて、即座に T スピンダブル来るが、それも T スピンダブルで相殺する。いいっすね。さっきまあ11年難なく耐えられたんでね、こちらも、しっかり耐えてお返しといったところか。テトリス、エルミノ、テトリス、これは相手のエスミノの置きミスしているので若干有利ですかね。まあ大差ないけど、受けてからしっかり埋めても、下の埋めても大丈夫なことを確認して、下の埋めましたね。まあ、下穴その埋めちゃダメっていう、まあ、先入観に取られるかもしれないけど、あえて埋めることによって地形がね、その良くなったりすることがあるので、神々だけどね、申し訳ないです。さあこれ千鳥格子、いい T スピンダブルから TSD で相手歩みの刺さりますね。5ラインなんで、ぴったりかな。4ラインだったら1ライン優位あったと思うけど、バックトゥバックの月の攻撃が強いと。やっぱりね、BTB ついてるかついてないかで結構その相手にかかるプレッシャーって割と違うんだよね。特に、まあ今のは千鳥格子でまとめ打ちだったんで、まあ非常に強かったですね。その後のホリレンもまあちょいちょい繋がったと思うんで。まあこれは非常に、てか、プレイ的に良かったですね。先読みやっぱり重要っすね。千鳥格子だとか、まあダブルダガーとか、なんつうんだろう。下穴の先読み、先の先を読むぐらいがちょうどいいというか。先読みはやっぱりその、駆使していかないと、掘り切れない場面がかなり多いんでね、先読み技術を、習得するのは非常に重要となります。でもう一つ見ていきましょう。先読みだけじゃなく、もう先の先ぐらいを読まないと、もう今の環境厳しいですね。火力が高い人が最近増えてきているので、技術力で押し切っていかないと厳しいところがある。さあこれ GT4 で DTTKI 体制。しかし、そうですね、J ミノをそこに使ってしまうと屋根がつけられないんで、ちょっと妥協して S ミノ横置きにしました。まあ、ミノに
ミドの置き方が困った場合は、基本的にまあ横置きをすればいいみたいなところは実はあって、今の S ミの横置きですね。縦置きをしてしまうと、どうしてもその地形が高くなってしまったりするので、基本的に置く場所を困った時は横置きにしましょう。さあ、これまとめてテトリスで刺さる。その後も、ドネイトプラステトリスだったり、もう火力重視でいろいろできそうですね、この地形は。非常に強いです。しっかりとしたまとめ地が刺さっていく。さあ、再び DT 砲で、相手が開幕 PSD。さあ、直列うまいぞ。これは直列を利用したレーン行くかどうかといったところだが、どうだろう。あ、行きましたね、やっぱりね。そう、これ。相手が、まあ、2連覇取ってきたけど、この1回分の総裁の猶予があるので、その分レーンが積み込めるっていうのが、この DT 砲で、左側に直列が来た時に強いルート。強いルートというか、強い戦術。T ミの、つながりそうですね。L ミの、J ミの、L ミの、I ミのまで。さあ、相手耐えれるか ?Z ミのでなんとか耐えるが、一応掘れるか ?J ミの、S ミのと削って、L ミの3枚消し。いやー、おっと、しかし L ミのをキミスしてしまう。今の L でちゃんと回転させていれば、ワンチャンまだまだ掘れそうな感じはありましたね。耐えてきますね、やっぱりね。耐え方が非常にうまい。こちらもまあ連で結構な火力出してると思うんですけど、相手の耐え方も素晴らしいです。さあ今回は相手が DT レンチクだがどうだ。さあこちら中開けテトリスのまとめにしたいせい。できればティスピントリプル総裁外したいなと思っているが、外しましたね。強気に外してって、連の、相手の連のルートだが、おっと、そこに穴が来たため繋がらず、ちょっとこれはかわいそうというか、運が悪いです。一応、ホリレンは繋がりそうではあったんだけど、あそこに穴が来るとどうしても繋がりづらいといったところに、アイミノの3ライン消しが間に合わず刺さっていく。まあ、レーンでね、こういうこともあるんですよね。だからその、まあ、理想を言えば、一回ずつその確認して、どこに下穴が来るかっていうのを確認しなきゃダメなんだけど、やっぱりその、自分が考えてるレーンのルートを、もちろん、最善というか、最速で置くと思うんで、どうしてもね、あそこに下穴が来ちゃうと2ライン消しになったり しちゃうんだよね、どうしてもね。難しいんだよな、ああいうのがな。ほんと理想を言えば、一個ずつ確認してしっかりレーンを繋げるルートを複数見るのが重要なんだけど、まあ、そうそう確率来ないですからね、その穴は。10分の1か。10個あって、そこに穴が来て欲しくない場所だから、そうだね、10分の1なんで。まあ、そこら辺のね、意識配分も、まあ、自分は、ちょっとだけするようになりましたね。本当に。まあでももちろん、忘れちゃう時もあるんだけど、ああいう意識配分もした方がいいということですね。はい、ではこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。